皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。今週の頭に発表、そしてストアに並んだリハビリ e-book セカンドエディションの情報はもう見てもらえましたでしょうか？すでにリハビリブックを持っている人は目次を比べてもらえたらわかるようにかなり内容が変わっています。今日のポッドキャストで取り上げた記事も e-book に合わせて大幅アップデートをしたレッスンを見る技術という記事です。怪我して踊れない時はもちろんですが、ここに書いてあることを応用してバレエ学校のレッスン風景だとかローザンヌの公開レッスンだとかを見てみるのもいい勉強になると思いますよ。英語の勉強もできて一石二鳥だしね。どうやってレッスン見学をするのかを本文で見ていきましょう。レッスンを見る技術。怪我している時ってどうしてもレッスンを見学しなければいけない時間があると思います。みんなが上手にやってるのを見ると焦るし、レッスンを真面目にやってない子を見るとイライラするし、いつになったら踊れるんだろうと不安になると思う。ここではレッスンをただ見てへこむだけでなく、自分の勉強用に見る方法を話します。ここで紹介している方法でレッスンを見学し、たくさんノートを取って上手になる子に当てはまる方程式を探してみてください。 1. 上手な子を徹底的に分析する。全部が上手な子を探すのではなく、一人一人が持っている光る部分を探すんです。振りへの使い方が上手い子、表現力がある子、足が高く上がる子、回転が得意な子、動きが滑らかな子、ポーデブラが正確な子、先生の注意を言われたらすぐに直せる子なんていうのも見えてきますね。すごい子を発見して終わりではなく、ここからが大切。どうしてなのかを分析するのです。どうして彼女は目につくんだろう、何が他の子と違うんだろう、良いところが引き立っている理由は何だろう、逆に直せばもっと飛び抜ける部分はどこだろう。その後に自分に当てはめます。私が今できることは何だろう、今の私でも取り入れられるエッセンスはどこだろう。例えば回転が上手な子を研究したら、毎回確実にスポットをつけていると発見しました。今ピルエットをもちろんセンターレッスンができない私でもできることはというと、首の無駄な緊張を取ること、リリースプログラムを取り入れる、スポットの可動域をやること、首を左右に完全に使う練習をエクササイズの中でも取り入れる、日常の姿勢でも首の位置に気をつけること、アライメントというように、今できることが見えてくるはずです。 2. レッスンの流れを研究。上手なところを分析しているとレッスンの中の不得意、得意があることにも気がつくと思います。バーでは正確な足さばきだったけれど、アレグロになると疲れちゃうのかシャープさに欠ける、アダージュでは柔らかなプリエが使えていたけれど、ジャンプの着地では固まってしまう、バーでは目に留まらなかったけれどセンターになると踊り心が見える、体力が原因、集中力、苦手意識、それともただ飽きてる、最初から最後までレッスンをコンスタントに受けている子はどんな子たちでしょうか。ムラがないという言い方でもいいかもしれません。レッスンを見学しているとき、研究材料は目の前にあるんです。穴が開くほど見つめて彼らが何をしているのかから学んでみましょう。他の子が踊っているときはどんな態度なのか、先生に注意された後は何をしているのか、レッスン前、レッスン後にどんなことをしているのか。よく上手な人から盗みなさいなんて言い方をされることがありますが、本当にこうやって盗むんですよ、やってること。 3. 先生の言葉を徹底分析。レッスンを受ける最大の理由は先生に注意されることではないでしょうか。そうでなければレッスン DVD を見たり自主練していれば十分だものね。先生はどんな言葉遣いをしているのかしら、どんな時にどんな注意を言っているのかしら、直した子は何をやって直したの、直せなかった子の原因は。先生の言っている意図を理解したら、レッスンに復帰した時に同じことを言われてもすぐに直せます。先生の言っていることがわからなかったら、今なら調べたり確認する時間があります。ステップの理解が間違っていたり、ポーデブラの場所が正しくなかったり、そういった知識の部分はレッスンに参加していない今でも直せます。あまりいい先生についていない場合、ワールドバレエデーだとかカンパニーレッスン、ローザンヌ国際バレエコンクールの公開レッスンの様子だかを YouTube で見て、先生が言ってる言葉を書き出してみましょう。英語の勉強にもなるけれど、トップレベルの人は何を求められるのかが分かると、オーディション前に練習すべきことや注意すべきエリアが見えてきます。やりたいように踊る自己満足ダンサーではなく、他の人から客観的に見た時にどうやって目に映るか、それを観察するのはコンクールや舞台、オーディションでどうやって見られているかの研究になりますよね。いくら美味しいご飯でも、ベタベタ指紋のついた縁が汚れているお皿に乗って出てくると、って思いますよね。プレゼンテーションの仕方というのも、視覚で楽しむ芸術であるバレエでは必要だと私は思います。どんなダンサーを見たいかという立場からの研究もやってみてください。
この態度、ボディーランゲージはどう見えるか、黒あぜがこの角度ではどう見えるか、このお団子の高さ、レオタードのカットは、クラスメートをジャッジしろという意味ではありません。自分がレッスンを受けている立場だと、振り付け、音楽、先生の注意、位置取りなどでいっぱいいっぱいだろうから、私だったらどうしたいかなとか、オーディションだったらどうだろうなど、生徒の立場を客観視することができますよね。クラスメートのレッスンを見ることほど辛いことはないというのは私もよくわかります。でもここで書いたことをヒントに自分の糧にしてみてください。冬、葉っぱがついていない木でも春に花咲くためにエネルギーを貯めています。たとえ外見からは何も変化がなくってもね。いかがでしたか？大好きなレッスンに参加できないと悲しいし焦るけれど、レッスンを見るという練習もダンサーにとってはとても大事だと思います。ぜひ勉強科目の一部だと思って練習してみてくださいね。もちろん長期の怪我でずっと見学し続けるのはつまらないですよね。大事だって分かっててもずっと国語だけ勉強してると飽きちゃうみたいに。レッスン見学の間に場所や道具がそんなにいらないエクササイズを正しく行う方法を知っておくと時間を有効に使うことができるはずです。これから年末年始でスタジオがお休みな場所もあるだろうから、お家の限られたスペースでエクササイズをして、せっかく戻ってきた体力や筋力を落とさないようにしてくださいね。DLS のスタンスターンアウトワークショップは朝9時から1時間ちょっとのエクササイズクラスです。スタンスは年末、ターンアウトは年始に行われるのと、私と一緒に朝活したい人、エクササイズへの理解や知識、体の癖や自分の苦手分野を克服するために何をするのかを学びたい人は DLS サイトから詳細をチェックしてくださいね。さて、ポッドキャストを終わらせる前に、明日12月5日は今年最後の愛さんとティータイムです。今回のゲストは DDD のふみさん。時間があったらぜひ朝9時に Facebook ライブに来てくださいね。そちらでお会いできるのを楽しみにしています。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。